ちは、ヒデチャンネルです。いつもご視聴いただいて本当にありがとうございます。温かいコメントや高評価のグッドボタンなど、いつも本当に励みになります。今日はちょっとローソンの ATM ですねに行ってきたら、なんか多分芸能人の方なんですけど、まあ、ご利用くださいみたいな音声が入ってました。どうでもいい話なんですけど、なんか聞き取りづらかったんですけど、なんていうんですか、普通の電子音の方が安心できます。なので別に、いや、ファンの人とかはすごいなんかわーって思うんですかね。まあ正直言うと、僕もドラクエのレベルアップの音楽の時はちょっとテンション上がって無駄にローソン ATM 使いました。まあだからどうでもいい話ですね。今日は整備要領書、自動車をプライベーターでいじっていると必ず必要になってくるんじゃないかなっていう整備要領書とか配線図、整備要領書の一部ですねのお話をさせていただきたいと思います。実は先日から、ミューを修理というかしているんですけれども、これ車屋さんに出して、帰ってきたんですね。配線図がもうどこにもないということで連絡がありました。で、私の方で、まあミューなんでイスズですよね。でイスズの本社のカスタマーセンターというところですかねに連絡をして、実はこういうミューを乗ってるんですけれどもっていう話で、整備要領書とか配線図がないので今どこが壊れているかちょっとわからないんで、そういうのっていただけませんかっていうお話をさせていただいたら、ああはい、ファックスで送りますみたいな、即答をいただきました。でうちにファックスがないので、直接車屋さんの方とやり取りをしてもらおうと思って、そのことはいすずのそのカスタマーセンターかなには伝えずに、車屋さんの方に、僕がいつもお世話になっている車屋さんの方に、いすずのそのカスタマーセンターみたいなところに連絡をしたら、配線図含めて、出せますって言ってたよっていうお話をさせていただきました。で、何日か経って、車屋さんの方から連絡がなかったもので、こちらから連絡をしたら、いや問い合わせたんだけど、やっぱもう車が古すぎてないって言われたんだっていう話なんですよね。で、確かに僕がカスタマーセンターに連絡をした時は、わかりましたっていうことで、いすゞの初期型なんですけどみたいな話をさせていただいてね、型式までは明確にお伝えしていなかったので、その辺でちょっと語弊が生じたのかなっていうふうに思ったので、あ、そうなんですねっていう話で終わりました。で、後日、とはいえね、もう動かないわけですから、で、僕夏場に乗る車っていうのがないんですよね。エアコンがついている車っていうのが、で、ミューにはエアコンがついてるんで、これに乗るほかはないと。他の車でもね、軽自動車とかそういう車でもエアコンがついていればいいんでしょうけど、やっぱりどうせね、単なる移動手段として捉えたくないわけで、どうせ乗るんだったら、自分の好きな車、いいなと思ってる車の方が楽しいですよね。そういう意味も含めて、直そうと思っているわけなんですけど、でもそういうね、結果が出たわけですよ。でも本社にないのがねって、で、いろいろねあって、このいすゞっていうのも何て言うんですか、自動車、普通車ですね、普通車の方はもう撤退してますよね。なので、そういう絡みもあって、その無駄な書類整理っていう面でそういうふうにして本当にないのかなっていうふうに思っていたところだったんです。で、後日です。最近なんですけれども、とはいえ直したいから、なんかどっか古くからやってるね、
自動車さんとかにないかなっていう話を、まあ、友人知人の方にしてたら、ちょっと聞いてみるよっていう形で、聞いてみてくれました。で、結論から言うと、ハイセンスありました。手に入れることができました。でこれで配線の方もどういう風に回路、どういう風な回路になっているかっていうのが、まあ、図として分かるんで、これ直せそうだなっていうところで、今、実際にタンクの清掃とかをしてから、直す予定です。直るはずです。でなんですけど、でこれって配線図って結局どこにあったんですかっていう話をしてたんですね。そしたら、いすゞの本社のカスタマーセンターに連絡をしたって言うんですよね。あれっつって、いや僕はカクカクしかじかこういうことがあってないって言われたんで、で半分諦めかけてたんですけどっていう話をしたら、いやあったよみたいな話なんですよね。でこれってどういうことかっていうと、まあ、結局は嘘をつかれてたっていう話ですよね。で結構それってね、ショックで、まあ結構 5,6 年はなんだかんだで付き合いがある車屋さんだったんですよね。で悲しいですよね。でまあ面倒くさかったのかなとか、そういうね、修理ネオクラっていうんですか、今ミューぐらいの年式、ミューには当てはまるのかちょっとどうか分かんないですけど、まあそこまで旧車じゃないけど新しくはないみたいな、まあ、ミューでもね結構 2,30 年前の車なんで、まあ、古いですよね。で確かに、部品とかもない部品とかも結構ポツポツ出てき始めてて、まあね、普通車撤廃したのにまだ作っていただいているいすゞさんはすごく感謝で、ただやっぱりね、一個一個の部品の値段は徐々に上がっていきますよね。でミューのポンプなんかもアッセンブリーでしか売ってなくて、まあ、5万超えなわけですよ。あ違うな、6万超えです。6万数千円、これはちょっとなって、まあ結局それはRB の RB じゃないな、シルビアか、シルビアの S13 シルビアのポンプと同型商だったんで OK だったんですけれども、まあでも何が言いたいかっていうと、結局ね、めんどくさいんだったらそう言えばいいなって僕は思ったんですよね。いやもうちょっと分かりますよ、確かにね、そういう部品をガッと交換できるものじゃないですし、やはりなんか清掃作業であるとか、いろいろそういうね、部品交換だけではない作業がやっぱ伴うわけですよ、修理ですから部品交換だけじゃなくて修理っていうことになると、やっぱりそういうね、細かい清掃作業とか、まあ、それが結局ね、どれぐらい時間がかかるかわからない、読めないで、ね、そういう明確じゃないものに対して、まあ、料金っていうのはなかなか、この発生はもちろんするんですけど、なかなかそのいくらっていうのは言いづらかったのかなっていうふうにもいろいろ考えを巡らしてるんですけれども、とはいえ言っていただければね、そっかじゃあ自分で何とかしますよっていう話で、結局その配線図がないって思い込んでたことで、まあ 2,3 週間ミューの修理が止まっていたわけなんです。だそういうことをしてほしくないなっていうふうに思って、皆さんは、こういうことがないように自動車屋さん、車屋さんですね、まあ、修理屋さんも含めて信頼関係っていうのを築いていってほしいなっていうふうに思います。僕みたいな思いをする人はもう僕の動画を見てくれている視聴者さんの中からは出したくないんで、信頼関係を築いてほしいなっていうふうに思います。僕も割と信頼していたんですけどね、ちょっとショックでした。はい、まあ、まだ本人とは話してないんで、
どういうことなのかなっていうのはちょっといずれ聞いてみようと思います。はい、なので今日は性病療所とかそういう類のものがないって言われてもね、どっかにはあるっていうか、この自動車違いですね、自動車屋さんとの信頼をちゃんと築いてくださいっていうお話ですね。うん、気づいてほしいと思います。まあ、古い車に乗ってる人は特にそういうことがあると思います。普通の車よりやっぱりあの手間がかかって面倒くさくて、結局でもお金にはあんまりならないっていうところでやっぱ嫌がられる、修理を嫌がられるっていう自動車整備工場さんはあるのは、まあ、いろんな方から聞いてますし、私も初めて体験しました。こういうことがないように、信頼関係を築いていってほしいなっていうふうに思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良ければ高評価のグッドボタン、そしてチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もお願いします。またコメントなんかもどんどんお待ちしておりますので、ぜひお寄せください。それではまた次の動画でお会いしましょう。